どちらも偉業なのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は黒ひげについてお話をしていきたいなと思います。まあ、この黒ひげに関してはやはりワンピースの中でもラスボス候補としてね、強い人物の一人にはなってくるんですけど、それこそイム様だったりとか五老星っていうのがいたりして、それと戦った後に黒ひげと戦うのか、黒ひげと戦った後にイム様たちと戦うのかっていうね、その辺とかも気になるような部分ではあるんですけど、この黒ひげに関してもまだまだ明かされていない部分っていうのが多いわけですよ。それこそ黒ひげの情報として気になる部分っていうのは、幼い頃のシャンクスとバギーの会話の中でもあった黒ひげが全く寝ていないっていうね、その部分とかも気になったりするようなところでもあるし、歯の位置が変わったりもするっていうね、その辺とかも気になるようなところではあるんですが、今回話していきたいのは黒ひげが持つ悪魔の実、この闇の実ということで、一応闇の実に関してはロギアということになってるんですけど、実はこの黒ひげが使う闇の実の能力、この闇の実というのはロギアではなくゾーン系なのではないのかっていう風に思うんですよね。それこそルフィの使うゴムゴムの実というのがパラミシアではなくゾーン系だったということが今回の1044話の中で明かされていた部分でもあるわけなんですけど、それに関しては前回の動画でも話していて、ゴムゴムの実として今まで描かれていた悪魔の実が実は人々の実だったっていうね、そういった部分があって、その能力が覚醒してルフィがジョイボーイになったっていう、その部分からこのニカ、ジョイボーイ、ルフィっていうこの3つの関係性について前回の動画で話をしていたわけなんですが、その中での話でいくと、ルフィの中にもともとジョイボーイになる器というものがあって、ジョイボーイから引き継がれているものがルフィの中にあった。それこそ覚醒遺伝のような形でルフィの体内にあって、ルフィが一度死亡してルフィ自身の心臓が止まったことによって、ジョイボーイの心臓が動き出したのではないのかっていう、まさに魔族大覚醒のような形でルフィの覚醒っていうものがあったのではないのかって話をしていたんですよね。ルフィが一度死んだことによってジョイボーイとして再び復活した、それによって能力が覚醒したっていう、そういった形になるのではないのかって話をしていたんですよ。ジョイボーイとしての覚醒、それがこのニカの能力の覚醒の鍵になるのではないのかっていう部分で、ニカの能力の覚醒とジョイボーイというのはセットでないといけないっていう風になるのではないのかっていうところですよ。まあ、もともとこの太陽の神ニカというのは伝説として語られているだけで、存在したものかわからないので、その語り継がれている伝説ですよね。その伝説のニカというものをモデルとして作られた悪魔の実がこの人々の実幻獣種モデルニカっていうね、そういった風になっているのであれば、その実の能力をもともと使っていたのがジョイボーイ、そのジョイボーイの遠い子孫となったルフィがジョイボーイの意思を継ぎながら覚醒遺伝としてルフィがジョイボーイになったのではないのかって話を前回していたわけなんですが、そうなってくるとルフィの体内には自分自身の心臓と新たな今動いている心臓ですよね。ルフィ自身も心臓の音も面白いっていう風に言っているわけなので、あれはやはりルフィ自身の心臓ではないからこそ今動いている心臓の音に対して興味を持っている、つまりあれがジョイボーイから継がれている心臓だとすれば、ルフィの体内には2つの心臓があったっていう風になってくるので、それってまさしくルフィの体が異形っていうところにもつながってくるわけなんですが、じゃあこの体の構造が異形っていうところで考えてみると、今回話していきたい黒ひげとつながってくるわけですよ。この黒ひげに関しては頂上戦争の時にマルコがあいつの体の構造は異形だよいってことを言っていたわけなので、まあその時の言い方に関してはあいつは異形だからこそ悪魔の実の能力を2つ得ても別におかしくないみたいな、そういったような言い方ではあったんですが、実はこの体が異形という部分、それをこのルフィとつなげてくるのであれば、ルフィっていうのはカイドウに一度殺されたことによってジョイボーイとして再び目覚めた、そしてこのジョイボーイといえばロジャーたちがワンピースを見つけた時に俺たちはまだ早すぎたっていうところで、その時は何もできなかったわけですよ。もちろんそれっていうのは太陽の神ニカの力を持つジョイボーイがいなかったっていうことを示しているっていうふうに考えることができるので、その後おでん様がワノ国に帰った時もこの先ジョイボーイが来るまでにワノ国で準備をしとかないといけないっていう、ジョイボーイのために待っていたっていうのがあるので、やはりこのジョイボーイとなる人物がロジャーがワンピースを見つけた時にいなかったからこそ俺たちは早すぎた、そしてそのロジャーたちの無念を晴らすためにゴムゴムの実を手に入れていたのがシャンクスっていう風に考えれば、シャンクスはこのゴムゴムの実が実はニカの力っていうことを知っていた、そしてこの能力を覚醒させる必要があるからこそシャンクスは誰にも食べさせていなくてあの箱に入れていたっていう状態ですよ。でもそこから箱の中
紙を取り出してルフィが食べてしまったっていう展開があるわけなんですが、まあ、あれがシャンクスがね意図して起こしたものなのか本当に偶然だったのかっていうのは、まあ、そこは謎な部分ではありますけど、黒ひげが言っていたみたいにね、闇の実が俺を選んだっていうことを言っていたわけなので、もしかするとゴムゴムの実自身がルフィを選んだっていう可能性もあるし、今となっては普通に描かれている見聞色の覇気ですよね。おそらくこの見聞色の覇気のさらに上にあるものがロジャーたちが持っている万物の声を聞くっていう部分ですよ。ルフィに関してもズニーシャの声が聞こえたりとか海王類の声が聞こえたりするっていう部分があるので、あの時幼い頃のルフィっていうのは無意識にゴムゴムの実の声を聞いていたみたいなね。ゾーン系の悪魔の実には意志が宿りやすいってことを言っているわけなので、このゴムゴムの実の中にはニカの意志が宿っている。そうなっていればその宿っているニカの意志がルフィを呼んでいたみたいなね。ジョイボーイの器となれる存在、ジョイボーイの何かを引き継いでいるルフィを呼び寄せたとなれば、あの時ルフィがゴムゴムの実を食べたのはシャンクスが意図していたとか意図していなかったとかではなく、ゴムゴムの実自身がルフィを呼び寄せたっていう、そういった展開も十分あり得るのかなっていう風になってきますよね。そうなってくればロジャー海賊団の無念っていうのをルフィを中心とした麦わらの一味ですよ。それとか麦わら大船団っていうこいつらでその無念を晴らしてくれるっていう、そういった可能性もあるわけなんですが、それがまあね、白ひげが言っていたロジャーが待っている男っていう風に考えることもできますし、そこに D の意志が繋がってくるのかなっていう部分でもあるんですが、黒ひげっていうのも一応 D の名を持っているわけですよ。でもこの黒ひげはロジャーとかルフィとかそいつらとの考え方とは絶対に違うわけなんですよね。じゃあこの黒ひげが継いでいる D っていうのはロジャーたちの D とは違うのかっていう部分ですよ。そう考えてみたらロジャーたちとは明らかに違う考え方を持っている D の名を持つ人物っていうのがいるわけですよ。それこそまさに黒ひげもそうなんですが、それともう一人ロックスなんですよね。このロックスに関しては世界の王を目指していたわけですよ。でもそれに対してロジャーが目指していたものだったりとか今後ルフィがやっていくことっていうのを考えてみると、それこそニカジョイボーイっていうところからも考えてみれば奴隷の解放だったりとか支配からの解放ですよ。つまり自由になっていくっていう、まさにルフィが求めているものですよ。一番自由なやつが海賊王だっていうことをルフィが言っているわけなので、今まさに支配されている人物たち、それこそ奴隷として天竜人に使われている人たちっていうのがいるわけですよ。その人たちを今後ルフィたちが解放してくれる。そのためにジョイボーイとしての存在だったりとかニカの力、そこにもワンピースが繋がってくる可能性もありますけど、その辺とかもろもろひっくるめてルフィたちが今後行っていくもの、ロジャーたちが目指したものっていうふうに考えてみると、それに対してロックスと黒ひげですよね。この二人に関しても D の名を持つわけですよ。ロックス D ジーベックとマーシャル D ティーチっていうね、この二人の D が一体何なのかって考えてみたら、ロジャーたちとは違う D の意思を持っているっていうふうに考えることもできるわけですよ。ロジャーたち側の D の意思ってのが後々に支配からの解放、奴隷たちの解放というものをもたらしてくれるのであれば、今の世界政府を潰していく、その先に支配がない世界を作っていくっていうふうになるのであれば、このロックスですよ。ロックスに関しては世界の王になろうとしているわけなので、ルフィたちとは正反対なわけですよね。世界のトップに立とうとしている、つまりそれって支配しようとしている状態になってくるので、まさに真逆の状態なわけなんですよ。でもその結果ロックスはロジャーとガープによって倒されているっていうのがあるわけなんですけど、ロジャーたちに関してはワンピースを見つけた時まだ早すぎたわけですよ。それっていうのはやはりジョイボーイがいなかった、だからこそ今ルフィがいるからここから話が進んでいくっていう風になるわけなんですが、それと同じように考えてみると、このロックスですよ。世界の王を目指していたロックス、世界を支配しようとしていたロックスも、もしかするとまだ早かったっていう状態になってきているのではないのかっていう風に思うんですよね。じゃあ一体何が早かったのか、ロックス海賊団っていうのを考えてみたら、船長がロックスであり、白ひげもビッグマムもカイドウもいたっていう、もうめちゃくちゃ絶望的な海賊団にはなっているわけなんですけど、それでも早かったわけですよ。じゃあ一体何が足りなかったのかっていうのを考えてみたら、ロジャーたちはジョイボーイがいなかった。じゃあこのロックス側ですよ。こちら側に関しては全てを支配できるような力を持つ、まさに太陽の神ニカとは真逆の存在が足りなかったのではないのかっていう風になってくるんですよ。それがつまり今の黒ひげっていう風になってくるわけなんですけど、もともとこの黒ひげ、この黒ひげの体の異形さっていうのがルフィ同様に後の覚醒のための異形だとすれば、黒ひげ自身も一度死ぬことによって新たに何かとして目覚めていく、その何かっていうのが世界を支配しようとする存在、まあ太陽の神ニカっていうのがあるので、まあ太陽の逆の存在でいくと月っていうのがあったりもしますけど、黒ひげのセリフの中にはね、太陽か闇か勝者は一人だっていうことを言っているわけなので、これに関してはエースに対して話した言葉ではありますけど、この太陽か闇かっていう部分を考えてみれば、勝つのは
まあ太陽の神ニカか、それとも闇の神なんとかかっていうね、そういった風に考えることもできるので、ルフィが今後使っていく力がこのニカの力、そうなってくればこの黒ひげですよね。黒ひげの能力が覚醒した時に使える力っていうのが闇の神の力っていう、そういった風になってくるのではないのかっていうに考えることもできますよね。まあ果たしてこの闇の神の名前が何なのかっていうところも気になるようなところではありますけど、この太陽の神ニカっていう部分で考えてみれば、反対にすればカニっていう風にはなってくるんですけど、カニっていうのを考えてみたらね、ルフィの名前がモンキー・ディ・ルフィっていうのがあるので、まあ、猿とカニっていうね、その猿カニ合戦みたいな感じでルフィの中で完結しているのかっていうに考えてみたら、黒ひげの名前ですよね、マーシャル・ディ・ティーチっていう、そことつながる何かがあるのかっていう、このマーシャルっていう部分からつながるものがあるのかなっていうふうに思って、このマーシャルについていろいろ調べていたところではあるんですけど、特にこのマーシャルっていう部分からつながってくるものもなかったし、ニカっていう部分で考えてみると、ルフィの笑顔がこのニカっていうふうに笑っているっていう伏線があったわけなんですけど、黒ひげに関してはね、笑顔になったところで別にそういった効果音みたいなのはないんですよ。いつもゼハハハハっていうふうに笑っているわけなので、それ以外に何もないっていうのを考えてみたら、もしかするとどこかで普通に闇の神なんとかっていう、それがもういきなりボンって出てくる可能性もあるし、ただこの黒ひげの笑い方であるゼハハハハっていうね、この笑い声に関してはルフィの笑い声って別にニカカカカみたいなことは言わないので、ルフィ自身の笑い声っていうのはシシシシみたいな感じで笑っているっていうのを考えてみると、まあこのゼハハハハっていうのは特に関係ないっていうね、そういった可能性もあるんですが、まあただこのゼハっていうワードを Google 検索とかしてみるとケルベロスが出てくるので、まあそれがなんか繋がってくるのかなっていうような感じもしますけど、この黒ひげの体が異形っていう部分ですよ。これっていうのが今回覚醒したルフィの体も異形っていうところに繋がってくるのであれば、ルフィの中にジョイボーイの何かが眠っていた、そこから魔族大覚醒のように覚醒したルフィ、もしかするとこの黒ひげっていうのも、黒ひげの中にはかつて世界を支配しようとした何者かの意志なり何かが眠っている、それがもしかするとね、また心臓っていう可能性もありますけど、そういった部分で繋がってくるのであれば、今後黒ひげが一度倒れていく、そうなってきた時にルフィが再び起き上がったように黒ひげも再び起き上がる、そしてその時に黒ひげが持つ闇の実、この実の能力が覚醒していくみたいな、そういった展開も十分あり得るのかなっていうふうに思ったりもしますよね。そうなってきた時にこの闇の実の能力っていうのも、実はロギアではなくゾーン系闇の神を元とした人々の実幻獣種モデル闇の神なんとかみたいなね、そういった風になるのかなっていうふうに思ったりもするわけなんですが、そうなってきたら黒ひげに打撃が効くっていう、そこも繋がってきますよね。普通ロギアなのであれば覇気を使わなければ打撃とかって当たらないわけですよ。流動するわけなので全部避けれるっていうのがあるんですけど、黒ひげって完全に攻撃を食らっちゃうわけですよね。しかも必要以上に食らっちゃうっていうのがあるので、まああれが闇の実が特殊だからっていうふうに考えることもできたわけなんですけど、実際ルフィのゴムゴムの実に関しても今までパラミシアっていうふうに考えられていたけど、実はゾーン系でしたっていうね、そういった事実があるわけなので、この黒ひげの悪魔の実、ロギアと思われていた闇の実も実はゾーン系の人の実だったっていう、そういった可能性も十分あり得るのかなっていう考えることもできますし、じゃあ果たして黒ひげが継いでいるものが何なのかっていうのを考えてみたら、ロックスが目指していた世界の王がまだ早かったっていうのであれば、さらにその前ですよね、その前に全てを支配しようとしていた存在がある、それこそ太陽の神ニカと敵対するような存在ですよ。まあそれが太陽と月っていう風になってくるのか、太陽と闇っていう風になってくるのか、まあその辺が一体どうなるのかっていうところでもありますけど、ぜひその辺とかも含めて皆さんの思うところをコメントしていただければなと思います。はい、ところで今回は黒ひげについてお話をしました。ぜひコメントかもところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。